ノーチャレンジ、ノーライフ、レゴジャパン、長谷川敦。もうレゴのブランドの考え方である、子供がお手本というところから来てます。やっぱり子供ってどん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 新しいことにですね、好奇心を持って、勇気を持ってチャレンジしていくと、でそれで成長していくということだと思うんですけども、私の生き方だったりビジネスの伸ばし方も教わりたいなと思いまして、この座右の銘を選びました。チャレンジする中で、失敗することもあるでしょうけども、まあ、それも一つ成長の糧に、していくような取り組みをしていきたいと思います。